FM ノースウェーブ全室フロアをお聞きの皆さん、こんばんは、小林愛香です。私は歌手、声優として活動させていただいております。2020年2月にシングルノーライフコードでメジャーデビューしていただきました。そんな私、小林愛香は1月27日にセカンドシングルタフハートをリリースします。こちらの楽曲は9メガヘルツさんが作ってくださったパワフルで熱い魂のこもった楽曲になっております。兄弟曲タフハートは現在放送中のアニメ新十日一番第2期オープニング主題歌にもなっております。楽曲と合わせてアニメも一緒に楽しんでいただければ嬉しいです。そして5月、6月にはライブツアーも行います。ライブツアーの先行に申し込めるシリアルがシングルに入っていますので、こちらもぜひチェックしてみてください。それでは最後に1月27日にリリースのセカンドシングルタフハートをお聴きください。小林愛香でした。